ベテランのその紀藤なり笹岡が頑張ってて、若い選手がこう軸になってこない、ええ、です。ピッチャーも務めるペルドモの存在というのは非常に大きくなっています。ここはシーズン中に話をしました。というのがね、はい、やはりそのピッチングの幅を広げてますよね。ディアス、ワンアウト。非常にスタートするのに心強いですよね。まあ、ですから特に広島の場合はね、となるんですよね。はい、タイガースの方も8月の5日からいわゆる死のロードに出ます。風がスタンドへ運びますそうですよね。その辺がその8月にどう貯金が出てくるかですね。いわゆるドームを主体としているチームとは全く違った負担というものはあると思うんですよ、きついところというのはやはり、まあ、夏になればまた別ですけれども、もう今時であれば、はい、田中修斗はあの上原からピッチャーにしましても、何かこう条件付けられると自分の姿を見失ってしまうというところがあると思うんですね。いわゆる転がして悪くても進めるって言いますかね。転がした一塁間の方向、坪井は三塁へ。フォークボールのあるピッチャーだったらフォークボールをねやはりこう投げきれない部分がありますから、ツーアウトで三塁です。新庄1回目はセカンドゴロ、当たり損ねでした。あっと、弾いた、止まる。3番の新庄